はい、皆さんこんにちは、松田ひかるです。松本孝則です。本日は松本さんにバッティングの方を披露してもらおうと思います。で、松本さんなんですけど、去年東西リーグっていうのが合わさったんですけど、それまで東リーグ、西リーグって分かれて14年間でシーズンの打率なんと歴代ナンバーワンの記録を持ってるという5割6分3厘右打者ですよ。バントなしで5割6分3厘打ったっていうすごいバッターなんで、もう本当にそういう技術をちょっと今日は教えてもらおうかなと思います。で、ヒラキンの選手としても10年以上4番バッターで、ずーっと4番バッターを打ってきた選手で、まあやっぱり一番歴史に残る一打っていうのはヒラキンが決勝トーナメント初優勝した時に、決勝トーナメントの決勝7回 1-0 で負けてる場面で128メートル弾っていうのを打ってるんで、で、あの詳しくはそれ、あのその優勝をまとめた、動画がヒラキンのチャンネルであるので、気になる方はチェックしてみてください。年齢的にも体がちょっと言うこと聞かないんで、いろんな経験をこちらで言わせてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。松本さん46歳なんですけど、ちょっと恒例のガチンコ対決やりたいと思います。ので最後までご覧ください。それではどうぞ。実戦からすごく遠のいてるんで、ロングティーというあの練習をしながら少しずつバットを振るという感覚を思い出していきたいと思います。とりあえずフェンスオーバー狙います。いきます。さあ、もう少し力入れようかな。それでそんなにいくんすか。あ、そう。やっぱ当たるとこが大事、当て方が大事ってやつだな。あとは下半身でスッと持っていく。なるほど。なるほど。もっと言ってますな。よっしゃー、すごい。あ、戻ってきましたね。よっしゃ、戻ってきた。よっしゃ。気持ちよくなってじゃない、喋ってくださいよ。飛ばすことも大事なんですけど、どっちかっていうとまず当てた、この当たる瞬間がどうだったか。で、もう一つはボールのスピードがないんで、当たった後に運べるかどうか、これをちょっと意識してやってみます。あっしゃ、運べた。はい、先っぽに見えるんですかね。先っぽ、うん、完璧先っぽ。こういうこと。あ、これダメ。何がダメだったんですか。これはこの当たった状態から運ぶじゃなしに、当たる前にもうヘッドが返って行くというポイントがちょっと悪いですね。もう少し呼び込んで下半身の回転で打ちたい。調子出てきてますね。あのロングティーは練習のためのロングティーであれば、普段試合の時の打席に入った姿と変えたりします。なるべく遠くへ飛ばすように飛ばすようにやるんですけど、ただ試合の日のロングティーとかになると試合の打席に入る状態と違う形で打ちたくないんで、試合の日のロングティーは距離が出なくてもその日のバッティングフォームでどれだけ遠くへ行くかっていうことを心がけてやっています。で、基本はセンター方向へ、やはり同じ打球、それから同じ距離が打てれるかどうかっていうのをすごく意識して打ってます。ああ、いいね、さすがに先っぽで。
呼び込んで回転でガーンな、呼び込んで回転でジャーンっていう感じ。こういうこと、こういう感じか、やっぱ最高っすね。ちょっとシュート回転ね、あのロングティーで気をつけるのはボールが実際スピードがないんで、しっかりとボールを見てバットとボールがどんな状態で当たってるか、当てれてるか、それから実際に打ちたい場所、距離、そういったものを自分でイメージをして実際にそこへ打てれてるかっていうところを意識しています。緩いボールだから自分のバットコントロールが今日はうまくいってるのかどうかとか、そういったことを試しながら打っています。じゃあもうないで集中して、あー引っかった、はい、ビビビビビ、よっしゃ、感覚が戻ってきましたけど、まだまだ本来の松本ではないですが、この後世界の松田選手との戦いが控えてますので、ほんの少しだけ体力を温存して、次の対戦は体が、思うように言うこと聞かない分、ちょっと頭を使っていきたいと思いますので、皆さんご期待ください。松本さんと真剣勝負するのが、僕は大学1年生の頃の岡山国体の時に、自分が京都代表で松本さんが岡山代表の4番を打った時に、対戦した以来なんで、その時に4回までノーヒットで抑えてたんですけど、松本さんに外のドロップライトスタンドに放り込まれて、次の打席インコースのライトをレフトスタンドに打たれたんで、ちょっとそれで勝負したいと思います。3打席簡単に抑えます。さあ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 、嬉しいね、松田と対戦できるって。15年ぶり、15年ぶり、本気の対決、岡山国体以来、はい、3打数2安打2ホーマー、はい、レフトへライトへホームランだったもんな。ということはそれでリベンジか。よし、15年ぶりの早いわ、早っ、これちょっとやべ、なるほどね、よっしゃ、見えとるが、見えとる、なんか取り戻していきおるで、ちょっとずつ興奮してきた、興奮してきた、なんか次のチェンジアップでも待とうかね。眠れる獅子が目覚ますかもしれん。あーしゃ、見えとるな。だって打たれたらやべえよな、松田。はい、3三振ぐらいでいかんだ、やっぱり。16、こっからが強いで、タクちゃんよだな。その後のライズだったか、あれスライダー、来た、チェンジアップが、よっしゃー、抜けた、親指消えた、これ。ちなみに今116、今バットスッとこういったもんな、多分。1打席目はもう自分の勝ちですよ。ええよ、すいません。いやー、力が入った。で、ちょっと今度はスライズ系で遊ばれるんだろうな、ちょっとだけ。
わー、そういうこと。ぐんぐん、やっぱ年取っとる人にインコース来るよな。来るね。岡山国体のやっぱ再来が来るね。ライズ。いや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 、そんな。ちょっと今変な感じで来たよ、ボールが。よし、カット、ナイスカット。よっしゃー。魚ライズが割と早い。ちょっとやべえな、なんかやっぱり。借りを返しに来た。おかしい。いやいや、おかしいおかしい。そんなライズじゃなかったと思う。ヘナチョコライズでした。そんなライズじゃなかったと思うで。もっと真ん中に入ってくる。振るところに来てくれたよ、これ。あっちか。ディリリッディリー。なんかちょっと軌道がわしダメなの、ね、ツーストライク。もう今日はでもライズ投げられたら終わりよ。狙うけど、ここだ、この辺のイメージ。ここ見せかけて。変数だ。マジか。はい、対戦はまあ3打席3三振かなと思って対戦したんですけど、まさかベテランの意地を出されるという、またも松田が負けるという、もう地獄のような回になってしまいました。最後やっぱすごかったですね。いやいや、打たせてくれました。もう本当はあの最近実戦から遠ざかって、自分が楽しくソフトをする機会がなかったんですけど、もう本当に今日は、ノックを受けたり松田選手と対戦させてもらったり、もうソフトボールって楽しいなっていう思いにさせてもらいました。だからあの1打席はもうあれは打たせてくれたんで、松田がソフトボールが楽しく感じれただけでも良かったです。ちょっとでも参考になったという方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。バイ。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy ソフトボール。